今までで一番いいかも。ああ、やりきった実感があるな。もうこれ以上は無理です。問題は本番で今のができるかだけど。大丈夫、心配はいらないよ。ここまで仕上げたからにはあとは運と女神様次第だから。そういう裏を返せばどこまでやっても運に左右されるんだな。だったら運すら強引にねじ伏せてくれる。いやーお疲れさん。これ以上やっても仕方ねえし、あとは本番でいいだろう。クロウにそう言ってもらえると安心かな。今の時間は午後3時、もう夕方くらいかと思った。それだけ密度の濃い時間を過ごしたということだろう。とにかく寮に戻ってちょっとだけ休みたいです。おいおい、何を寝ぼけてんだ。ステージにはサプライズとアンコールがつきもの。やっと他のクラスに勝てそうなダメ押しが狙えるんじゃねえか。え、サプライズとアンコール、何それ。冗談で言ってたあれをやるつもり。ちょっと待ちたまえ。この上追加の曲をやれと抜かすんじゃあるまいな。ふふん、そのまさかだ。なーに、聞いちまったらお前らだってやりたくなるだろう。メロディーはシンプルかつ有名、歌詞もそれなりに知られてる。さーて、時間もないことだし段取りを説明させてもらおうか。あ、悪魔。
んですか？うん、失礼しました。番組の途中ではありますが、臨時ニュースをお伝えいたします。本日午後、クロスベル自治州で国家独立宣言が行われました。これは先の住民投票の結果を受けて自治州政府が独断で行ったものであり、法的実行力を伴うものではありません。すでに帝国政府からはこの独立宣言を断固認めないとの声明が出されており、同自治州の領有権を主張するカルバード共和国の大統領府からも同様の声明が出されているようです。ですが自治州代表のクロイス市長はクロスベル独立国という新たな国家名を同時に発表しており、国防軍なる軍隊の保持も宣言し、内外に緊張が走り始めています。学院生の皆さん、そして来場者の皆様方、大変長らくお待たせしました。これより第127回トールズ士官学院学院祭を開催します。どうぞ心ゆくまで楽しんで、みんなで盛り上がってください。するか。
せるがいい。
天の遊戯、始めるとしようか。さて、カードを引くがよい。クリア。仕切り直すとしよう。そちらの先行だな。クリア。仕切り直すとしよう。うん、こちらの先手か。クリア。仕切り直すとしよう。クリア。仕切り直すとしよう。そちらの先行だな。クリア。仕切り直すとしよう。クリア。仕切り直すとしよう。クリア。仕切り直すとしよう。そちらの先行だな。三日月よ。やるな。ほう、そうくるか。鏡よ。良い勝負であったな。
ー。